日本未来学会は、1968年に未来予見のための学問的可能性の探求を目指し、日本で設立された、学際性を重んじる学会として設立された。事務局は、公益財団法人未来工学研究所内にある。1967年、林雄二郎、梅沢忠夫、小松佐京、加藤秀俊、川添昇の5人が、 エッソスタンダード石油の機関紙、エネルギーで、我々はなぜ未来を考えるのかをテーマに座談し、特集号、未来学の提唱として発表。同年、オスローで開催された人類2000年委員会に林と加藤が参加。次回の国際未来会議を日本で開催するということになり、その受け皿として、日本未来学会が設立された。初代会長は、中山一郎。 発起人には、大北三郎、丹下健造、今西金次、浅田隆平田慶一郎らが名を連ねた。第2回国際未来学会は、1970年4月、京都の国際会議場で開催され、内外の300名近い学者や研究者が参加した。現在の会長は、雲俊平である。年1回の大会、その他適宜、 シンポジウムや講演会を開催している。ありがとうございます。